様々な大きさ、太さ、色のオーリングオーリングとは密封に使用される断面が円形の管型をした機械部品。押しつぶして密閉することからスクイーズタイプのシールに分類される。材質にはゴムが使用されるのが一般的である。装置などに機体や液体などの流体が侵入することを防止したり、装置内部の流体が外に漏れないようにするために用いられる。 オーリングの形状は、オーリング断面円形の太さと、オーリングの管の内径の二つの寸法により、基本的に決まる。外灯と内灯のような二つの部品間に取り付けて、そこで流体の入りでを防ぐために使われる。片側の部品に溝を設けるなどして、オーリングに対する押さえを作り、この押さえでオーリングを保持する。この時、溝によってできるオーリングが収まる空間の深さを、 オーリング太さよりも小さくすることで、オーリングを押し潰す。これにより、オーリングと二つの部品の間には反発力が生じ、これらを密着させることができる。これが、オーリングの基本となる密閉原理である。以上のような、オーリングと押さえのサイズ差によって押し潰す単純な原理に加えて、オーリングにはセルフシールと呼ばれる機構が働く。オーリングが流体を密閉するとき、 流体から圧力が作用する。元々のオーリングと2つの部品間の反発力に流体からの圧力が加わり、さらに強く密着することになる。セルフシール機構が働く他のシール部品としては、リップタイプのシールがある。オーリングを含むシール全般の使用方法は固定用と運動用に対別され、固定用はガスケット、運動用はパッキンと呼び分けられる。オーリングは これらどちらの用途にも使われる。オーリングによる密閉対象は流体から気体、真空密閉までに及ぶ。流体の具体例としては水、機械の作動油や潤滑油、ガソリンや重油などの燃料類、アルコールなどの薬品類、気体の具体例としては空気、蒸気、液化石油ガス、フロンガスなどがある。密閉流体とオーリング材質のそれぞれの科学的特性を考慮して、 オーリングの材料が選択される。流体とオーリングが適合しない場合、オーリングが硬化、軟化、あるいは膨潤するといったトラブルが起きる、可能性がある。機体密閉の場合には、オーリングへの潤滑剤塗布が重要となる。真空密閉には、流体の浸透を減らすために、複数のオーリング取り付けが有効となる。オーリングに使用されるゴム材料の中でもブチルゴムが、最も機体透過性が低く、 真空用によく使用されるオーリングの固定用としての使用例。青い部分の流体を閉じ込めている様子。固定用とは密閉構造をなす部品同士が相対的に動かない状態でオーリングが使用されることを指す。それぞれの部品はボルトやリベットなどで固定される円筒形間で密閉する円筒面固定用と平面間で密閉する平面固定用に さらに大別される運動用とは密閉構造をなす部品同士が相対運動する場合に対する使用方法を指す主にオーリング軸方向に往復運動する場合に対する用途が多いピストンとシリンダーにおける使用が典型例であるその他には相手材がオーリング軸方向周りに回転する場合や回転運動と往復運動が 同時に起こる、螺旋運動をする場合などがある。固定用と比較すると、相対運動による摩擦が顕著となり、オーリング損傷の主因となる。また、よじれの発生防止のため、オーリング太さを太くするなどの処置が行われる。やや特殊な使用方法としては、低負荷のベルトドライブ装置のためのベルトとして、オーリングが使用される場合もある。また、部品と部品の衝突を緩和するための緩衝材の、 ような役目として、オーリングを設置する仕様もある。内径 20mm 前後のオーリングの霊構術のように多くの規格で、オーリングの形状、溝の形状が標準化されている。管の内径と太さによって、オーリングの形状が決定される。寸法の具体例としては、実規格では運動用オーリングの基準寸法について、内径を 2.8mm から 399.5mm まで、 太さを1 9ト、mm、ルから8 4ト、mm、ルまでの範囲で規定している。ハウジングのために、典型的には密閉する2つの部品のどちらかに四角形の溝が作られる。その他のハウジング形状としては、三角弧、あり溝がある。オーリングの欠点として、相手部品に押しつぶして、シールを達成する、原理上、相手部品の表面粗さを小さくする必要がある。特に運動用は、 固定用以上に表面荒さを抑える必要がある。運動用における、修道面には、算術平均荒さや事情平均荒さで0.4マイクロメートル程度が要求される。シール対象、使用温度、作用圧力などに応じて、オーリングの材料が選定される。次のような特性が考慮される。一つの材料で、すべての特性を満たすことはないので、使用環境に応じて材料が選ばれる。 オーリング材質の硬さは、オーリングの性能に関わる重要な物性の一つで、ゴム材料のオーリングの場合にはデュロメータ硬さ、タイプ A 測定値が標準的に指標として使われる。最も柔らかいオーリングで、肌50程度である、標準的なゴム材料のオーリング金属。オーリングオーリングの材料には、ゴム材料が使用されるのが一般的である。以下に、主要な材料とその特性を記す。 ニトリルゴム汎用オーリングの材料として用いられる。比較的安価なため、使用量は最も多い。特に圧縮永久歪みが小さい利点を持つ。ただし、耐光性は低く、日光が直接当たらない環境で使用することが推奨される。耐光性、耐熱性、耐化学薬品性を改良した水素化、ニトリルゴムも実用化されているが、 一般的なニトリルゴムよりも耐寒性に劣り、コスト高となる。シリコーンゴム耐熱性、耐寒性に優れ、おおよそマイナス摂氏100度から摂氏250度に至る。非常に幅広い温度域で使用される。欠点としては、機械的強度が低く、運動用には推奨されない。フッ素ゴム機械強度、耐候性、耐老化性など良好だが、特に耐薬品性に優れる。デュポン社のバイトン。 さらに耐熱性と耐薬品性を改良した同じくレポン社のカルーレッツが知られる。ウレタンゴムオーリングに使用されるゴム材料の中では最も機械的強度が高い。具体的には引っ張り強さ、引き先強さ、耐摩耗性に優れる。ただし、酸、アルカリ、水などに弱い。ブチルゴム機体透過性が低く、真空用によく使用される。ただし、 永久圧縮歪みの発生量が大きいという欠点があり、一般用途には向いていない。テフロンゴム弾性は小さいが、テフロンもオーリングに使用される。弾性が低いため、溝を分割にする必要がある。蘇性変形が大きく再使用はできないなどの欠点がある。耐薬品性が高く、多くの薬品に対して耐性を持つ金属金属を用いたオーリングもあり。 線の中をくり抜いた中空形状で使用される。ゴム製では実現が難しい低温、高温、高圧、高真空の環境でシールできる。ステンレスコー、ニッケル合金が使用され、必要に応じて銀メッキなどの表面処理がなされる。素性変形のため再使用できない欠点がある。オーリングのはみ出しの外用図流体の圧力が増すに、連れてオーリングは 溝の壁に強く押し付けられる。圧力がオーリングの限界を超えて大きい場合、あるいは隙間が大きすぎる場合、オーリングは隙間からのはみ出しを起こす。はみ出しが発生すると、そこからオーリングがむしれ本来のシール機能を果たせなくなる。また、隙間量と流体圧力の他に、オーリングの素材硬さもはみ出しの発生に関係する。すなわち、硬いほどはみ出しが起こりにくくなる。 以上の流体圧力、隙間量、オーリング硬さの関係を一つの線図上に表したものを、はみ出し限界曲線と呼ぶ。一般的傾向で言えば、隙間量が小さければ、高い流体圧力でもはみ出しが発生しなくなる。逆に、隙間量が大きければ、低い流体圧力でもはみ出しが発生する。はみ出し限界曲線の線図は、横軸に隙間量を取り、 縦軸に流体圧力を取り、はみ出しが起こる限界の隙間量と流体圧力を結んで曲線を引いたものとなっている。さらに、オーリング硬さごとにこの限界曲線は変わるので、角硬さごとの限界曲線を併記したのが、はみ出し限界曲線の線図である。はみ出しを防ぐ対策をまとめると、以下のような手段がある。部品の寸法を見直して、隙間量を減らす流体の圧力値を下げる。 オーリングの素材硬さを上げるバックアップリングを併用するはみ出し対策として前日4番目で挙げられたバックアップリングの装着があるバックアップリングは断面が薄い長方形の管型の部品でオーリングと溝の壁の間に取り付けて使用される一方向からのみ圧力がかかる場合は圧力と逆側に装着し両方向から圧力がかかる場合は両側に装着する バックアップリングの材料には、比較、テフロン、金属などが使われる。断面長方形の缶型であることは共通だが、形状にはいくつかの種類があり、ジス b 2 4 0 1から4では、スパイラル、バイアスカット、エンドレスの3種類を規定している。使われ方はほぼ同じだが、断面が円形ではない類似の缶型シールも存在する。 往復運動用の改良のために設計された D リング、X リング、T リングなどがある。金属製のものとして、中空オーリングのほか、C リング、E リング、U リングなどもある。オーリングの使用の記録は18世紀頃から残っている。18世紀中頃には、鉄製のオーリングが蒸気エンジンのシリンダーのために使用されていた。1896年にはスウェーデンで、 オーリングの特許が取られている。また、トーマス・エジソンの1882年の電球の特許では、睡眠を密閉するために、ゴム製管型部品が用いられている。今日のようなオーリングの使い方は、発明家のニールス・クリステンセンにより確立された。1937年に、改良型のオーリングの特許がクリステンセンにより取られている。初期のオーリングの使われ方では、今日のような、 短い長方形の溝に O リングを設置する工夫がされておらず、O リングが前後に動いてしまい、効率的なものではなかった。短い長方形の溝に O リングを収める使い方は、クリステンセンの研究によるものである。1940年代初頭には、アメリカ空軍の油圧系統のシール方法として、O リングが標準化される。この標準化とニトリルゴムの発明により、O リングは、 急激に発展を遂げて普及したチャレンジャー号スペースシャトル固体燃料補助ロケットでのオーリングの使用状況を示す図チャレンジャー号爆発事故も参照オーリングが直接の原因となった歴史的な事故として1986年1月28日のチャレンジャー号爆発事故が挙げられるスペースシャトルチャレンジャー号の爆発事故は固体ロケットブースターの円筒上部材管に 装着されたモートンチオコール社製オーリングのシール性能が設計時の想定を超える外気温低下により失われたことが直接的な原因であったとされる事故後にはオーリング取付部周辺の設計に対して次のような変更が施され事故原因への改善が図られた国際規格、米国自動車技術者協会規格、日本工業規格、日本自動車技術会規格などで オーリングの形状や材料、溝形状などに関する規格が整備されている。ありがとうございます。